次は毎週火曜日の健康企画、岩手元気丸です。今日8月7日は語呂合わせで花の日ということで、テーマは花の病気副鼻腔炎です。一般的に蓄膿症と呼ばれている副鼻腔炎は、漢字の通り副鼻腔に炎症が起きる病気です。はい、まず副鼻腔はどこにあるのかと言いますと、こちらをご覧ください。頬骨の中、おでこのあたり、そして目と目の間、さらに目の後ろの部分の4箇所、左右合わせて8つあり、内側は粘膜で覆われています。副鼻腔は小さい穴を通じてこの鼻腔とつながっているんです。しかしウイルスに感染して粘膜が腫れ、鼻腔につながっている穴が塞がると、菌やウイルスを外に排出できなくなり、副鼻腔に炎症が起きます。これが急性副鼻腔炎です。急性副鼻腔炎では膿のような鼻水や発熱、痛みなど風邪に似た症状が見られますが、これらの症状が長期にわたって改善しない場合、慢性副鼻腔炎と診断されます。そしてこの慢性副鼻腔炎の中でも、近年患者数が増加しているのが、アレルギーにも関係していると言われる好酸球が関わる好酸球性副鼻腔炎です。好酸球性副鼻腔炎について、岩手医大耳鼻咽喉科の桑島茂医師に聞きました。特に喘息をの合併している方とかに、喘息のある方とかに合併しやすい副鼻腔炎と言われてまして、鼻のポリープであったりとか、あとは、二皮状という表現されるんですが、二皮状の鼻水、ちょっと硬い感じの鼻水がですね、ずっとこう鼻の中に溜まって、いわゆる副鼻腔炎を起こすというものですね。であとはそのポリープができることによって嗅覚障害。この好酸球性副鼻腔炎は、鼻の症状が悪化すると喘息も悪化するため、同時に両方の治療を行う必要があります。好酸球性副鼻腔炎の治療法は大きく分けて2つ。薬物療法では、アレルギーの炎症を抑えるステロイド薬の内服や吸入、喘息治療の気管の吸入などを行います。また鼻ポリープがある場合は、内視鏡を使って鼻ポリープの切除を行う手術療法があります。手術は全身麻酔で行うため、1週間ほどの入院が必要です。風邪の予防と一緒ですね。うがいしていただいたりとか、あと鼻うがいっていうのが実は結構有効で、最近だと結構市販されてたりもするんですが、それでやっぱ鼻の中をうがい、洗い流すって感じです。これアレルギー、いわゆる花粉症の予防なんかにも比較的有効と言われてるんですが、とりあえず鼻の中をこうきれいにするっていう意味で、鼻うがいは有効って言われてます。いや、実は私、若い頃に何度かこの急性副鼻腔炎というのを患ったので、その辛さっていうのはよくわかります。はい、慢性副鼻腔炎にならなくてよかったですね。そうですね、もう今症状はほとんど出ませんのでね。予防法として先生が紹介していました鼻うがいなんですが、生理食塩水を鼻から吸って鼻や口から出すという方法なんですが、水を使ってしまうと痛みを感じますので、市販の専用の洗浄用品を使った方が簡単かもしれません。副鼻腔炎は悪化すると鼻で呼吸ができなくなるため、食事が美味しく感じられなくなったり、集中力が低下したり、そして睡眠の質が悪くなったりと、日常生活に支障をきたすことも考えられます。桑島医師は、自分が副鼻腔炎と気づかずに過ごしている人も多いのではないかと推測していて、単なる鼻づまりと我慢せず、一度受診することをお勧めします。8月7日、花の日、副鼻腔炎について、岩手元気丸でした。